はい、こんにちは、倉野です。ついにと言いますか、名作チェアのシリーズをやっていきたいと思います。まあ、名作チェアやるのってすごく、プレッシャーがあるっていうか、まあ、プレッシャーというよりはちょっといろいろね、考えるところがあるみたいなところがあって、まあ、っていうのは、まあ、例えばどんな順番でやろうとか、どんな分類で、考えていこうとか、まあ、そういったところが、あとどこまで掘り下げようかと。まあ、そういったことがあるんで、ちょっと避けている部分っていうのがあったんですけど、まあ、ちょっとこの前思いついて、椅子とかその家具とかに対して、すごくちょっと興味あるんだよな。でも、どうなんだろう、その世界みたいな。なんて言うんだろう。その、我々のこの家具の世界の住人の、入り口のあたりをちょっとうろうろしてる人たちを、ガー捕まえて、この世界に引っ張り込むみたいな。まあそういう、イメージで、名作チェアを、そういう人たちに、まあ向けてだけではないんですけど、ご紹介できるような、シリーズにしていければいいかなと思って、やることにいたしました。で、逆にそのマニアの人たち、まあだから、どっちかっていうと、その、割と当たり前のことというか、初級的なことをお話しますんで、ちょっと物足りない部分はあるかもしれないんですけど、で、まあ、いわゆる今回、施設って書いておいたんですけど、まあ、野田独自の考え方みたいなものを、随所に、入れていければ、ちょっと面白くなるのかなと思いつつ、やっていこうかなと思いました。で、第1回目は、まあ、いろいろ、まあ、これもちょっと悩んだんですけど、シェーカーチェアの、一番の元祖ですね。ストレートチェア、これをやっていきたいなと思います。それでは野田は今日も考える、施設名作椅子大全、行ってみましょう。はい、ストレートチェア、このストレートチェアっていうのは先ほどもちょっと言いましたけど、いわゆるそのシェーカー、というその後にこういろんな構成に、こう受け継がれていく、シェーカーという系統のチェアの一番最初の、元祖の椅子になります。で、年代は18世紀後半で、デザイナーは、不詳で、メーカーも不詳です。まあ分かってないっていうところですね。で、まあデザイナーとかメーカーが不詳なのはちょっと後に簡単にご説明しますが、まずその年代ですね、18世紀後半、つまり1700何十何年後半のこの時期なんですけど、まあいわゆる政教徒革命とか名誉革命とか、まあそれこそフランス革命、それからアメリカ独立、そういったところがで、世界がまあ揺れている、まあその揺れた時代ですね。で、ストレートチェアっていうのは、まあ、後のそのシェイカー、教徒が作ったチェアっていうのは、基本、アメリカです。イギリスじゃないです。イギリスからメイフラワー号で撤去行って、アメリカに、根付いて、で、それで最終的に独立戦争して、アメリカ合衆国独立、した人たちの、いわゆるそのシェイカー教徒の一派が作った椅子が、それがこのストレートチェアになります。で、シェーカー教徒って、まあ、なんじゃっていう話になるんですけど、シェーカー教徒っていうのは、いわゆるその、イングランドの、クエーカー教徒の、分派ですね。で、まあ、もともと違う、確かね、オランダかなんかだったはずなんですよ、そのシェーカー。イタリア、オランダかイタリア、オランダだと思うな、シェーカー教徒。で、まあ、イングランドのそのクエーカー教徒と、まあ、だんだんこう融合してって、だからまあ、二つの派閥あるんだけど、まあ、割と考え方一緒みたいなところがあって。で、まあ、それが、アメリカ合衆国にわたって、シェイカー教徒の村々を作ってるんですね。で、まあ、なんでシェイカーとかクエイカー、まあ、クエイカーって揺れるじゃないですか。アースクエイクのクエイクですね。で、シェイカーはシェイクするの、シェイカーですね。まあ、シェイクですね。まあ、要はどっちも揺れるっていう話なんですけど、自分の中の、信仰心っていうのをその研ぎ澄ませる、内部にこう、目を向けさせるというか意識を集中させるために、お祈りの最中揺れるんですよ、こうやって。
まあ、今の、シェカ教徒やクエカ教徒の皆さんは、その、お祈りするときに揺れないらしいですけど、まあ、それが特徴的で、まあ、こう揺れているっていう。まあ、それでクエカ教徒とかシェカ教徒っていうふうに言われていたんですけど、まあ、それがそ後に名前になっていくわけなんですけど、まあ、そういう人たちです。で、まあ、このストレートチェアを、語る上で、やっぱこのシェカ教徒っていうのが、まあ、どういうその、考え方、まあ、あるいはライフスタイル、思ってるかっていうのがやっぱりすごく大事になってくるんですけど、シェーカー教徒っていうのはまず一つ大事にしている考え方があって、まあライフスタイルって言ってもいいとは思うんですけど、まあライフっていうのはもう命のスタイルって言い換えてもね、製品、清く貧しくっていうこの二文字、まあこれをすごく大事にしている、プロテスタント系の一派でした。で、まあ、質素でありながら貧しない。まあ、これが、まあ、いろんなその、自分たちが生きていく上の、いろんなその、なんていうの、取捨選択の中で、まあ、これを基盤に全部こう、物事判断していくみたいなところがあって、まあ、質素でありながら貧しない。まあ、これをすごく大事にしていたのが、シェーカー教徒でした。で、まあ、要は、そういう人たちが、作って、椅子っていうのはどういうものかって言ったら、こう見ての通り、まあ、すごく、シンプル、そしてなんかこうスッキリしてる、まあ、つまりもう機能に関してももう座るだけでいいでしょ。そして、装飾なんて、例えばここになんか虎の、木彫、木彫りがついてたりとか、まあ小さいその木彫りの人たちがこうやって押し上げてたりみたいな、そういったその装飾はいりませんよと、ということで、まあ装飾なんかも省略をすると。だからどちらかというと前回話したその秀吉と利休みたいな、まあいわゆる禅の思想みたいな、まあ無駄なものはいりませんよ、まあそういう考え方ですね。はい、シェーカー教徒というあるプロテスタントの一派が作った、椅子、それがこのストレートチェア。まあシンプルで無駄がない。まあそういったものを排除して、製品を、具現化させて作られた椅子っていう形になりますが、まあ特徴はいくつか、まあいくつもあるんですよ。で、まあそれの主だったところをご紹介しますと、ですね。まず、このラダーバッグですね。いわゆるそのラダー、はしごですね。はしご。横棒の背中。背中のその押さえがその横棒ってことですね。こういうのラダーバッグって言うんですけど、でこのラダーバッグって何のためにあったかって言ったら、掃除をするときよいしょって持ち上げて、この辺に刺しこうつけてたペグにこうやって引っ掛けて下を掃除。でつまりさっきほど言ったその製品の性の部分というか、いわゆるその綺麗好きなんですよ、シェーカー教徒って。綺麗好きでなければいけないというのか、なんていうのか、まあ、とにかく掃除大好きシェーカー教徒です。で、掃除するとき椅子って邪魔じゃないですか。掃除機かけて、椅子の足邪魔だな、みたいな、誰しも経験あると思うんですけど。で、とにかく、じゃあ壁にかければ、隅々までピカピカにできるじゃんっていう話の中で、ラダーバッグにすれば、ペグにひょいっとかけるというところがあります。で、あとはそう、壁にかけるからこそ、すごく軽くなければいけないっていう話ですね。まあ、とにかく、だから、あんまり、例えば、ウィンザーみたいなね、また今度やりますけど、ウィンザーチェアみたいな、ドシーンとした椅子ではなくて、まあ、とにかく、軽く作ると。で、まあ、軽く作るためには、こう、抜きがね、しっかりと何本も入ってなければ、その、壊れ、細く作るのは簡単だけど、構造がしっかりしたらすぐ壊れちゃいますんで、まあ、こういった、その、抜きがしっかりいっぱい入ってる。細くて、その分の強度を確保するための抜きがいっぱい入ってるっていうのは、まあ、特徴ですね。そう。で、まあ、軽くなければいけないっていうところですね。で、それから、この、この上のどんぐりみたいな、この、後ろ足が、下から伸びていって、で、その、かさぎを通り越して、ここがどんぐりがこういうふうについてる感じですね。こっちも、こういう感じ。で、この、どんぐりの、どんぐりじゃん、どんぐりみたいなのもありますけども、このどんぐりみたいなものがフィニアルって言って、これがね、面白いんですけど、その宗派を表してるんですよ。シェーカー教徒もいろんな村を持ってて、で、それぞれ。
もちろん経典は同じで同じことをしてるんですけど、まあ村のそれぞれの特性はありますよと。でその中で、フィニアルで、見分けてたみたいです。だからそのオラの村のこれは椅子やな、このフィニアル見ればわかるみたいな。あるいは、年代でもこう変わってくるので、このフィニアルっていうのが、一つのサインになって、まあ、象徴になっていく、まあ、つまり、自分たちのその族派派閥を表す一つのエンブレムになっていたっていう、まあ、そういうことです。あの装飾はもう基本的に省略してるんですけど、そこだけが あるんですよね。だからこそこのフィニアルっていうのが、なんていうかこう象徴的な、シェーカーチェアの中の、まあ、このストレートチェアの、一つの、大事な特徴みたいな形になってきます。まあ、あとは座面ですね。座面はよく引き合いに出されるそのいわゆる他の椅子たちとは違って、いわゆるその布テープを貼ってたんですよね。まあ、布を貼ってたんですよ、最初。で、布でこう、くるむ、座面のところ。で、そのクッション性を持たせて、座りやすく、ある程度こう座りやすくさせて、まあ、張り替えも、こう、簡単にできるんですよ。だから、後々のそのビニールのそのストローでこう、編んでいくものや、あるいはペーパーコードで編んでいくものとか、そういったものの、いわゆるその座面はくるむ、っていうその始祖になってるのが、この、シェーカーチェアになります。で、さらに、その、なんて言うでしょうね。DIY って言ってますけど、自分たち、これがね、すごく、このチェアの面白いなと思ったところは、自分たちのために作ってるんですよ。まあ、それは当たり前ではないですよね。だって、誰も自分たちの椅子作らないですよね。誰か椅子のメーカーが作ったものを買ってくるって話。だけどこの人たちは自分たちのために、自分たちで作ったんですよ。だからこそ自分たちの競技に合わせて、ラダーだったり、あるいは軽かったり、あるいはフィニアルつけたり、まあそういったことが、まあできたっていうことですよね。まあつまり、使い手がメーカーだっていう。まあこれすごく面白いですね。いわゆるその、今だったらね、その普通にメーカー、販売店、コンシューマーみたいな感じで、もう3社、昔はその間に問屋さんっていうのがあったけど、でこの話どういうことかというと、メーカーとコンシューマーが一緒みたいな、そういう話なんですよ。でこれはね、どっちかっていうと究極のスタイルだと思いますね。自分たちで自分たちのために自分たちの好きな椅子を作ってます。だからやっぱり未来ってこういう風になって、最終的に行かざるを得ないのかなみたいなところって、物に対してだってあるじゃないですか。まあすごく精密なものは無理ですよ。無理なのかな、ちょっとわかりませんが。ただまあ、家具や衣服なんていうのは、個人個人がやっぱ作っていく時代っていうのは、僕はいずれ来ると思ってますんで、まあそういったものの走りですよね。で、これが、次に、お話しするのは、後世の影響ですね。で、この後世の影響は、まあ、ちょっといっぱいあるんですけど、その3つにちょっと大別して、まあ、簡単にお話します。まずデザイン面で、ミニマルとシンプル、ここに引き継がれてきます。そして、次に機能ですね。機能は、軽いこと、つまり軽量。それから、折りたたみと分解ができる。まあ、そっちの方に後世の椅子で引き継がれてきます。はい。次に、このストレートチェアが、もう具体的にどういう名作チェアに引き継がれていったかっていう、まあ、そんな話をするんですけど、まあ、これはちょっと羅列で挙げていきたいと思います。まず、ボーエム・オーエンセンの J-39。それから、ハンス・ジェイ・ウェグナーの HW のロッキンチェア。ロッキングッチェアか。それから、ジオ・ポンティの、スーパー・レッジェラ。まあ、これはね、わかりやすいと思います。それから、マリオ・ベリーニのキャブ。それから、リートフェルト、もう多分そうだと思うんですけど、レッド&ブルーですね。まあ、つまり直線的にこう組まれて、まあ、レッドとブルーになってますけど。であるいはそのキャブに関しては、くるむとかね、あとはシンプル、あるいは軽いとか、ね。まあ、そんな感覚なんだけど。スーパーレッジェラーはもうつまり軽量というのは引き継がれてますよね。小指一本でも持てるとかっていう。まあ、そういう椅子ですから。で、抜きも一本入ってね、細身で。まあ、まさにこの、シェーカー系を引き継いでいった、のが、まあ、レッジェラーかな。
まあ、J39 もあの J ウェグナーもいわゆるその、北欧勢がやったいわゆるペーパーコードっていうのがさっき言ってたその、特徴の一つとして要するに座面はクルム、アンみたいなところからところがこう北欧勢に引き継がれていくみたいなところがあります。はい、ストレートチェアいかがだったでしょうか。まあ、あの今回あのせっかくなのでそのシェーカーチェアと、一緒にざっくりと概要としてお話をさせてもらいました。まあ、最近僕はねちょっとミニマルはどうなのみたいな感じで懐疑的になっちゃってひねくれちゃってるんでちょっとあのいわゆるシェーカーからはあのちょっと距離を置いちゃってますけど、でまあ、あの本当に掘りがいのある、素晴らしいあの一つのね、潮流になった、チアの元祖のチアなので、まあ、あの入門、したての人から本当クロートの人たちまで、いろいろなその、気持ちとか心をね引きつけてやまない魅力のある椅子だと思います。まあ、日本家屋にもねすごく合うと思いますよ。あのすごく線の細さだったりあるいはそのシンプルさだったり、まあ、こう本当に光が入ってくる、こうポカポカした部屋でなおかつこう小切れな部屋とかだと本当すごく似合いますよね。まあ、いろんな、事例も見てきましたけど、まあ、素晴らしい椅子だと思います。はい、それではこの辺で、今回は終わりにしたいと思うんですけど、あのこれからそうなの、そのスーパーレッジェラーとかあるいはその J39 とか、これから多分名作なんでやっていく形になると思います。なのでそのシェーカーは、いろいろところからもシェーカー系はねご紹介していくことになるので楽しみにしておいてください。あとはあの、こんな椅子取り上げてみたいのがあったら、まあ、ツイッターとかあるいは、これの、コメント欄とかにあのメッセージいただければそれどんどんやっていきたいなと思いますので、僕もねあのこんな椅子知らない勉強しなきゃみたいなところがあったらそれはそれですごく面白い話だし、楽しみなので、まあ、そんなメッセージをください。はい、面白かったと思う人は高評価、あとはあのまあ、これからもちょっと期待も含めてっていうところがあればチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。